いやーびっくりですね。模擬戦今度は市内の山でやるんですか？そうなんですよね。どうもね、グラウンドでちまちまやってるんじゃつまらないって意見も出てきたらしくてね。模擬戦気に入っちゃった富豪たちがお金出してくれちゃったみたいで。後半戦は山が舞台か。立体的な戦闘が楽しめそうだね。ヒロさん推しのあの子、武蔵坊弁慶。源氏軍優勝するといいね。あの子色気あって最高でしょうが、芸能界ですらあのクラスはいないぜ。ああ僕ね、順位予想してきたんですよ。いいじゃん。確かに拡張したとはいえグラウンドじゃ狭かったぜ。つうか市内の山とはいえわざわざ行くのか？あと5回とはいえ山通いとは。要所にカメラ配置したりしてるみたいよ。まさかここまでエスカレートするとは。戦術もガラリと変わるだろうな。すごく立体的な戦いになるね。おお、結構いるな。全部で110人、十分戦える兵力だね。さらに戻りそうなのが数十人。これは様子を見ているのだろう。来週の模擬戦で美しく戦えば大多数が戻ってこよう。わかりやすいな。了解だ。お前たち再度俺のわがままに付き合わせてすまん。正直俺もまだ半信半疑だ。でも直江君が言うからには乗ってみるさ。なんであれ構わない。もう一度共に戦えることを嬉しく思うぞ。任せておきたまえ。また聖兵にしてみせよう。俺はこれからどうすればいい？うん、どういうタイミングが望ましいか。うん、わかった。言われてみればモンシロがよくやっている。それも了解だ。義経がよくやっている。ああ。おい、メディアが覇王軍取材したいってよ。公平を期すためにも下見 NG。 今業者が入ってるし。やる気あるね、ヤマトは。私山に行くことそのものが面倒い。私は旗を守る。何があっても。戦場になる山の地図は張り出されてるぞ。ほら、ここにもあるぞ。ちょっといじって対象にしたんだろ。やれやれ、 S は S だけでやりたいの。まあ模擬戦での戦友もいるし仕方ないかな。直江ちゃんは大変ですね。模擬戦もあるでしょうに。
と考えているんですね。なおえちゃんは偉いな。邪魔するぞ、ニネ。あ、先輩、何のご用ですか？義経、ヤマトはいるか？ナオエ君ならあそこに、義経の斜め後ろの席。ヤマト、補習とはお前らしいな。お前の言ったあれを実行している。あれ？うむ、喜んでいるな。特に要件はない。まあ重心の様子を見に来ただけだ。朝は何を食べた？そうか、俺もご飯だ。あの先輩、もう授業始まりますが。おお、そうか。よし、俺も授業受けるか。うむ、お前の席後ろが空いてるようだな。覇王の授業参観だ。どうなってるんだ弁慶。別に。お弁当。ん？義経はそんなに私とお昼食べたいの？うん、弁慶と食べるぞ。義経決めると気持ちいいな。源氏弁当いただきます。おお、いたいた。食事にしよう。お、義経、そのハンバーグうまそうだ。一口くれ。どうぞ先輩。はあ、私の半分あげるよ。納豆もおごってあげる。いつの間に？そして気づいたらもういない。階段だね。ヤマトのそれはパンか。栄養が行き渡るのか？お前の分の弁当も作らせてやろうか。じゃ、少し分けてやろうな。うん、まあ確かにそれもあるのだが、なぜだろうな。気がつけば足が伸びるのだ。これはあれだな、俺の模擬戦への意欲だと思ってくれ。きっちり打ち合わせしないとな。おお、そういえばそうだったな。今度は降雨の状態で戦うんですね先輩。これは言っていいのか？そうだ、俺はこの姿でお前たちと戦う。強敵だな。頑張ろう弁慶。ウィース。若者でにぎわっているところに唐突におじさんが登場。ほら、ありがたい抽選くじだぞ。みんな引いたか？せっかく学園に来てるなら引いといた方が得だぜ。あ、あれまだ義経引いてない。お、なんだあれは。沖縄のホテルから招待されてるんですよ。学園が世界的に有名になった模擬戦を行っている学生たちが遊びに来るホテルにしたい。まあ売名というか宣伝ですね。日付は8月末です。で、
ただで招待しているというのか。さすがに全員はいけないので当選者だけ。それがあのくじというわけか。ヤマトは引いたのか。義経、俺たちも引くか。はい。ああ、軍の大将は引かなくても希望すればいけるぜ。おお、それはいい心がけだ。誰か一人友を指名できないのか。それはちょっと不公平になるからね。そうか。半蔵がいてこその幸運だろうが。やった、清楚ちゃんが戻ってきた。模擬戦終わってないけどラッキー。やっぱこの清楚ちゃんが最高だわ。ふう、いいものが見られましたな。やはり文学少女はああでないと。これで夏も乗り切れる。おい、わ、覇王様。え、あれ、さっき確かお前たちが見ていたのはこいつか。驚かせてごめんね。もう割と自由に混じれるから、私に用があるときはいつでも言ってね。服装が少し恥ずかしいことになってるのはご愛嬌で。愛嬌っていうか最高だよ清楚ちゃん。これだけ判定できたのもあいつのおかげかもな。覇王様は蹴りを放つとき軸足は、俺はな、こんな風にして、おう、ヤマト、こっちの様子を見に来たか。ああ、もちろんだぞ。というか、俺もお前と話したい。感想か？一人一人違うからわからんが。だが、みんないろいろあるのだなぁと。ああ、名前を呼ぶとみんな喜ぶな。それがわかった。そして冷静に考えれば、それをもうモンシロは普通にやっていたのだ。恐ろしい奴だと思ったぞ。だからこそ戦いがいもある。やれやれ、こんな山中で戦闘とはな。エリの数、すごいね。で、こいつらがその人形兵士か。私の美しさに心打たれて10回拍手しなさい。おお、吉
ちんと対応した。気で操ってるらしいが、本当に何でもありだな。実際怪我対策だろうね。また中断もあれだし。ああ、俺が頼りにするのは人形ではなく生きたお前たち。各員の戦闘に期待するぞ。さて、青軍対武蔵軍、模擬戦開始1分前。戦場が山となった以外は基本ルールは変わりません。相手の大部分を壊滅させるか、敵本陣に立ててある旗を倒せば終わりってね。判定や審判は配備された川上院の修行僧たちが行います。禁止行為は規定にない武器の使用、勝負がついた相手への暴力行為、飛翔行為だな。クッキー先輩、飛べちゃいますからね。山での戦いでさすがにそれはずるいですね。さてさて、どんな勝負になるか楽しみですな。戦場が広い山になったことで絶対戦力の配置が変わる。おそらく覇王軍の初期配置は。おっと、覇王軍、覇王が最前線だ。ありでしょう、旗がいきなり倒されることがなくなったんですから。うげー。でもそうよね、そうなるわよね。他にも左右両翼の丘に弓を持つ部隊がいるようじゃ。右翼の将が毛利で、左翼が椎名。三面から押し寄せる作戦であろ。じゃあこっちは人形兵の皆さん。ほう、武蔵軍は人形兵だけ最前列に置いて引いたな。豪雨に対する時間稼ぎでありますな。さあ始まった。さあ覇王隊行くぞ。俺の戦いぶりを見ていろ。相手は人形だ、容赦なく暴れるがいい。おい、やってやる、やってやるぞ。無双無双が。俺の食べ残しですまんが処理いたせ。了解、それ囲め、つけ。腕の振るいがいがある。さあ次は誰だ。もういませんね、全部倒してしまいました。一瞬だったな。さすがの戦闘力、鬼神ですね。よし、このまま堂々と敵陣を目指す。この先まだ戦いは続く。焦って罠にかかってもつまらん。着実に歩むぞ。左右両翼の部隊にも進むよう合図だ。完全に中央は制圧したな、さすが覇王。勢いに乗ってるムサコス軍としては痛いですね。なんてことなの、みんなが実力つけてきたから正面から堂々と戦いたかったのに。中央にあれじゃこうして攻めないと。でもムサコス隊いい動きしてますな。目の前が岩場で、道が二つに分かれてるぜ。広いが敵本陣まで遠回りの道、細いが敵本陣まで近い道。地図の通りだな。打ち合わせ通り敵本陣に近く行ける。こちらで行こう。道が細い方が少数の俺たち有利だしな。お、この地面の感覚。
方々の落とし穴大作戦。眉住幸恵がおれば容易にそれぐらいの穴は掘れるということじゃな。まあ落とし穴か、単純だが使えるな。その暗い発想に至らなかった、褒めて使わす。暗いは余計なのじゃ。しかしみんなピンピンしとるの。俺が先に落ちて全員助けたからな。どうやってじゃ。一人が地面に落ちる寸前に掴んでは優しく下ろし、これをすごく早く人数分やればいい。人外の理屈はゴリゴリじゃ。弓兵構え。お前たち全員しゃがんでいろ。落とし穴に落ちた連中に洗車開始。改めて化け物じゃ。未来へ進軍せよ。足止めして時間は稼いだ。最低限の仕事はしたのじゃ。言ったか。では落ち着いて脱出しよう。さて、葉桜清楚が足止めされている間に武蔵軍は相手に攻め入りたいところだな。今のところ面白い進軍はしていますが、部隊を思い切り細かく分け、それぞれ参道を進む。たとえ伏兵にあっても戦わず逃げる。そして集合時間を決めて、敵本陣前で攻撃部隊全員集合ってわけ。そしてプレミアムに結集だ。動え。弓部隊は攻撃に出払っていたはず。本陣に残っていた兵こそ訓練された弓兵たちだ。統制取れた動きがあだになったな。魔剣。これはこれは解釈つかまつる。チェソン。クッキーダイナミック。こいつやるな。これは武蔵軍、以外甚大。ハオ、赤色の矢です。相当に成功したということだ。迎え撃つだけです。感じるか、敵本陣奥からの気の高まり。はい、凄まじい気迫です。超絶にやる気あるところ悪いが、相手する必要もないのでな。引くぞ。いいのですか。相手が暴れてお前たちが負傷してはこの先戦い抜けん。黙っていても壊滅か判定で我らの勝利だ。おっと、青を引きました。あ、兄上、これは相手が手強くなりましたな。覇王が冷静に戦うか、恐ろしい話だな。